CH2020、 今日もお付き合いいただきありがとうございました。さあ、うん、ハバナイスウィークから1週間明けて、うん、今日も皆さんいい1週間今週も過ごせましたでしょうか。今日も、メッセージを番組内でご紹介できなかったものをいくつかご紹介していきたいと思います。はい、まず最初に番組上で、はい、アジサイの色と土の色が酸性かアルカリ性かによって赤と青変わるでしょって、はい、まあ花じゃなくてあれ額なんだけどね、はい、って言ったらどっちか忘れたけどって言って、もう続々とメッセージありがとうございます。本当ありがとうございます。思い出せました。はい、上越市のフェリックスさん、はい、アジサイの色が土によってチェンジするって話ですが、うん、酸性だと青、アルカリ性だと赤が強くなるんですよ。それから埼玉からほっこりえもんさん、アジサイの色、うん、酸性は赤、うん、あ間違えた、酸性は青、うん、アルカリ性が赤、うん、覚え方は、うん、アルカリ性にはアとカが入ってるから赤、確かそんな覚え方だったような、遠い遠い記憶を掘り起こしてみました。はい、で追伸、アジサイの色はリトマス試験紙とは逆の色になるからね、うん、ちーちゃんって。あ、逆なのか。逆でしたか。なるほど。待って、アジサイはアとカが入ってるアルカリ性の赤、アルカリ性の土だと赤になる、はい、酸性だと青になる、はい、リトマス紙が逆、逆、ちょっと頭の体操ですね。そうですね、多分試験に出るのはリトマス紙の方だと思うのでリトマス試験紙の方だけ覚えてください。そうですね、はい、あのアジサイのネタは大人になったら非常に役に立つと思います、はい。はい、はい、ということでもう一度ご紹介しますね。上越市から浜野大将さん、40代男性の方、今度の土曜日に娘と甥っ子2人を連れて遊びに行こうと計画した途端、娘が発熱して今日は学校欠席、うん、医者に連れて行って処方された薬が娘の嫌いな粉薬でした。わかる、ね、土曜日遊びに行きたい娘は果敢にも嫌いな粉薬にチャレンジしてますよと。えらい、すごいね、頑張ってね、これで克服ですよ。そうですね、うん、あのでも最近粉薬、私も粉なんかえやってなるじゃない、大人になっても嫌いなんですけど、うん、あのお薬飲めたみたいな感じの、うん、なんかこうゼリーに粉を包んで、ね、今いいよね、なんかあるんですよね、オブラートしかなかったじゃない。あれ結局舌の上で先に溶けて苦ってなるのよ。あ、そうなんですね。そうよ、だから今あんなゼリーとかさ、あれ、まあ、高齢者向けですけどね、喉通りにくいから、うんうんうん、やつとかもあるじゃない。そうですね、そうですね、やっぱ進歩ってすごいね。すごいですね、味も選べてね、甘い味とか、そう、いちごチョコレート、そうなんかバナナとか、いやいやいや、便利ですね。いやもう療薬口に逃がしですダメ。まあでもそれはそう、それはそう、ダメ。でもちょっとたまには苦くないものに、まあね、まあまあ、頼れるものには頼っときましょう。それも大事ですね。もう一ついきます、はい、長岡市のいつもヘベレケさん、はい、今交通事故を未然に防いできました、うん、お和島村の村道を横切ろうと道路を横断中の甲羅の全長20センチオーバーの亀を向かってくる車が来たので救出にチャレンジしてきました、はい、道路脇の田んぼ道へ下ろしてあげましたよ、うん、1日1膳、いい話だ、はい、これ大事ですね、うん、こういうことしていきたいですね、していきたいですね、うん、拾っていきたい、まあ、皆さんからのメッセージまだまだ来週もお待ちしていますので、これからもよろしくお願いします。お願いします。そして今日は日本戦ですね。ブルーブルーじゃない、ブルーブルーブルーじゃない、ブルーブルー、取ってつけた、取ってつけたブルーはい、今絶対画面に上消えた、ね、そうだ、それはそれで、はい、もういいです、はいはい、ということでまた応援も頑張って、そして来週からもいろんなチャレンジしていきましょう、はい、ありがとうございました。バイバーイ。